チャオチャオボンジョーノ、あっちゃんです。今日もお弁当作りしていきたいと思います。めっちゃ眠たいね。はい、ではみきちゃんのご飯お供えしていきます。はい、では作っていきましょう。はい、では焼いていきましょう。はい、では焼いていきましょう。もう味付けが定番なんて同じようになってきたな。あ、めとこ忘れたよ。よいしょ。ここに、今日はベーコン入れます。よいしょ。
よっ、今日も綺麗に揚げた。はい、今日も、卵焼きはなんとかうまくいきました。次は何を作ろうかな。では今日もまあ定番どころで、よいしょ、多いな。昨日のお魚バーグ、これ美味しかったよって言ったからもう一回入れたらよ。よいしょ。コウ君があんま好きじゃないんやからな、難しいよな。好きじゃないけど入れてみたろうか。いやいもん入れてもしゃないかな。はい、はい、卵が焼けたんで卵を切りましょう。ベーコン入りの卵と、定番なもので、弁当箱にで、ね、ハンバーグ、ハンバーグを見るよ。こうやって緑をした方が色よね、色合いね。でね、ハンバーグを入れてあげよう。うまく最後に湿気が多い、ね、あ、ガチャを箸でいこう。はい、何をこちょこちょ止めてハンバーグを
ここに置いて、よいしょ。今日なんかちょっと頭が回らへん。いつもやって。はい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 。まあまあ何でもよろしいです。はい。今日はね、キノコの方のきんぴらを入れよう。キノコのきんぴら入れて、んで、あと間に詰めるの何にしようかな。よいしょ。ああ、せやな。ほうれん草のおひたしを作った。ここにね、これ気になせた。カレーコロッケ入れといてってあれ美味しかったんつって、あれ入ってたテンション上がるわって言ったからね。入れんね、もう最後やねんこれ。また買ってきやな。よいしょ。これはね、ブロッコリー。
ブロッコリーが好きやからね。もうちょっとちっちゃく入れた方がいいな。大きすぎんな、これね。お弁当に入れるんだね。で、ほうれん草。ほうれん草をここに。よいしょ。いや、やっぱ入らへん。こっちはダメだ。色味的には反対方がいいんだけど。よいしょ、よいしょ。こんな感じで。今日も定番の茶色さやな。よいしょ。ここにウインナーを、詰めたらこれでほぼ満員。はい、完成。ちょっとブロッコリーが頭はみ出すかな。よし、こうしよう。こうしたらいい。だいたい隙間が埋まったね。ちょっと色味にハムでも入れとくか。見ると、逆にした方がいいか、こう方がいいか。あ、そうやな、こっち側を切ってみよう。の方が綺麗やな。はい、よし、これで完成だ。よいしょ。はい、完成しました。今日は、ハンバーグと、お魚のハンバーグ、お魚バーグと、カレーのコロッケと、タコさんウインナーで、ハムとほうれん草とブロッコリーと、ごぼうと人参とピーマンのきんぴらで、卵、ベーコン卵。これで完成です。はい、これで冷ましときましょう。はい、ということで、今日のあちゃんの、お弁当作り、終わりました。今日多分20日目ぐらいなのかな。
まあね、大体もう同じようなものになってきたけどね、ちょっとちょっとずつね、ハンバーグの下にシソ入れたりとか、あと間に詰めていくもこんなん詰めたらいいよっていうのでね、だん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 みんなのアイデアがね、形になってきて、あっちゃん弁当もね、そこ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 見栄えはマシになってくるかなと。まあ見栄えだけじゃなくね、味もまあ喜んでくれたらそれで OK やしね。で、やっぱり嫌なものっていうのも出てきてね、これ入れてみるとね、それ明日からやめてっていうのがあったりとか、あれ美味しかったよっていうのがあって、だんだん偏りも出てくると思うんだけどね。まあ、そんな感じで、弁当作り、まだ20日、実質ね、1ヶ月分も経ってへんねんけどもね、ちょっとずつちょっとずつこう、何かしら変わってきてるかなって自分の中でもね、うん、と思う。あと、朝ね、決まった時間に起きられるのとね、あとはね、眠たい日は眠たい、一緒。ね、まあね、なんとかね、大体これぐらいの量やったら入るかなって、最初の頃はね、足らんかったりとか、多すぎたりとか、入りきらへんかったりとか、まあ、頭の中にあるお弁当うまく作れへんかったけど、だいぶもうね、そのあたりの量っていうのは身についてきたかなとは思ってんねんけどもね、ただやっぱり、相変わらず茶色っぽくなるのと、あと、お弁当の入れる量、詰める量によって多いよっていう日もあるし、少ない、もうちょっとおかず増やしてくれてもいいよっていう日もあったりでね。まあ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 、その辺はね、ちょっと調整していて。あと、ね、夏とか冬とか気温の差とかで食べられる量とかで変わってくると思うしね。まあその辺もある程度調整できるようになってきたらなと。まあ、頑張って、なんとか続けていきます。はい。ということで、今日のあちゃんのお弁当作り良かったよと思ってくれたら、高評価を。で、また応援コメントとか、こんなんもいいよとかいう、アイデアとか、あと、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。次、朝ごはん動画でお会いしましょう。今日も一日いい日ありますように。